ういっす、船橋社長です。今年も来ましたよ。ここあの日本一のね、恵比寿神社。今日なんか前情報によると去年の100倍らしいよ、人の数で。一応行ってみるけど、ヤバすぎたらこすんだよ。全然隠れてない。隠れてない。隠れてない。やばすぎたらこんな感じで。だって大輝なんて言ってたのさっき。昨日のことのようですね。ああ。でも昨日は普通飲んだりしてたけどね。昨日ではないんだよそれ。昨日ではないですけど。はいはい。あ、改めて明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。行きますか。はい。社長のキラキラ TV。 ハナキーハニー。確かに久々だわ。なんか昨日来た感じする。あ、大輝明けましておめでとう。あ、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。いやーって本当だ、めっちゃ多い人。新年明けましておめでとうございます。皆様今年もキラキラ TV よろしくお願いいたします。さあ昨年に続いて今年は。おさん、この間さ、これ去年これ買ったの。これのあれだけ札を買えばいいんだよね。札え、返すんだよね。あ、燃やしちゃうのか。はい、じゃあ誰かも入っちゃえばいいじゃん。これを買います。これはどうしたらいいの。これ威力ないのかな。威力ないの。もう威力はない。もうこれ、この新しいのこの交換っていう形ってあれ、ね、ダメ。買います。じゃあ2000のはどうするよ。金の釜買ったからさ、この間また新しいの。うわ参拝の数えぐ。やばい、これやばい。やっとナレーションで、え、人すごい。1時間弱かかりそうです、やっぱり。これは並ぶしかないよ。いきますか。並ぼう、はい、みんなで。ちょうどいいとこが違うの。ちゃうねん。あ、こっちで買おう。ひょうきんな顔してんだけど、わかんないです。わかんないっすね。すごい、本当はひょうきんな顔してんだよ。じゃあこれ収めます。今から大輝も一緒に収めちゃっていい。お願いします。お願いします。なんていい人なんだろう。そういうのね。ありがとうございます。こちらこそ。あ、俺どっち。俺が向こうの人、あの燃やす人か。これか。ちょっとあの個人的に買っていいかしら。どういうの買うんですか。いや、ちょっとなんかこの金融みたいな、こういうちっちゃいのをさ、いつも財布の中に入れてんだよ。これ馬で、これえ、なんかさっき預けたやつより弱くね。なんかすごくでかいのだと思う。なんでそんなでかいの買わせようとするの。これ見せましょうか。あるあれは、ね、あの矢ってなんだろう。浜の矢です。浜おー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  MC 浜。最後全員でおみくじ出しめの。俺は買ってきてやるよ。でいい方俺にちょうだい。いいね。煩悩。じゃあ今日は普通みくじじゃなく、やっぱ恵比寿様のね、大黒様みくじいきますか。あ、ちょっと一回もう何か落としてる。恋みくじとか言って。え、そういうことですか。大吉です。僕大吉来た。
やったやった大吉だって。やった。大吉は大吉だって。皆さん、大吉です。最初なんて言葉から始まってる。トモ、トモだ、トモ。俺です、チル。おさあ、もう ID はどう。ん、中吉。あ、中吉、でも吉の吉って吉の吉だったんですね。あ、吉の方がな、上なんだよね。ただ見て、俺がいるから大丈夫。行きます。はい、行きます。ヒロキは何なの。末吉です。大吉で、なんて言うの。めぐみです。あ、でもいい感じで、いよいよ足部さん。さあ、足部くんの結果は。なんでよ、なんでよ、なんでよ。アシベくん、なんと大吉です。しかも一文字はあらった。おお、まあ、いいんじゃない。俺と大吉とアシベでも3人でやっていけばこれ。だってね、大吉3人別赤、うん、俺らサブアカに俺らサブアカになっちゃいますじゃあ俺独立します。おいおいおい、なんでやねん。その新しい意味じゃねえか。確かに書いてますよ。そうです。そうなんだよ。言っといた。あの、大吉さん、ありがとうございます。はい。今年書くんですか。いや、書こうかなと思って。いいです。どれ書いていいか分かんなかった。1、2、3、4。4じゃない。書けましたね。キラキラ TV やってる。全てがいろんな人に伝わりますようにね。周りの人みんながハッピーでいられますように。いいと思います。これだよね。はい、ここです。キラキラ TV がね、一番に行きますようにと、ってことで1年ぶりに行ってまいりました。改めて今年もよろしくお願いします。大吉でした。え、挨拶したらいいんじゃないでしょうか。じゃあまた今年も1年直社長のキラ TV今のカットで、また今年1年直社長のキラキラ TV よろしくお願いします。お願いします。俺と芦部と大輝は大吉だから大丈夫。何だっけ。中吉。中吉。まあ大丈夫か、吉だから。え、どうした。大輝が早くいなくなりますように。大輝が早くいなくなりますように。え、ダメダメ。かなうかな。かなっちゃう。最後広くから。どっち。言葉が。うん、今年も近くね。キラキラ TV よろしくお願いします。ダメダメ。いや、昨日のことのようだな。